はい、というわけでですね、今まで、かいわれ大根、そして今回チンゲン菜、両方油中なんですけどね、長め、姫長めなんですかねにもうガシガシ食われてナメクジまで発生してるっていう状態なのでね、今回ちょっとね、さすがに薬品使わないとダメかなということで買ってみました。スミチヨン、姫長めは臭いやつ、カメムシですよね。カメムシ類って書いてますね。まあいろいろ書いてます。カメムシにね効くということです。本剤は主に100または2000倍に希釈して散布しますということで、小さじ1杯が5ミリなんですよ。ちょっと多いかもしれないけど、まあこんなもんで、あ、1ミリじゃないのか、500ミリリットルだから 0.5 ミリでいいのか、ちょっとまあ一回濃いめくらい、ちょっと濃いかもしれない、ごめん許して。あ、すっげえなんか白くなってる。うわ、すっご濃いなこれ、どうしよう。ほら、水の中に入れた瞬間一気にこう白濁しましたね。匂いがね、すごい案外強いな、さすが農薬。なんかセメダインとかああいう匂いがするわ。ご覧のようにレタスは全然食われてないのに、うわー、チンゲン菜すごい食われてんなこれ。散布します。